ここで、震災の状況を見た時に、まあ、何ができるんだろうかというそういうことを考えた時に、まあ、お世話になった釜石市会社だとか、同僚だとか釜石市の市民だとか3ヶ月後に、我々の仲間で8年後に日本でラグビーのワールドカップがあるんだけども釜石でできないかなというそういう雑談から、始まったところなんですけどね。と仲間内でもそんなのできるわけがない、と被災した人たちをさておいてお祭りやるのかとか、これといって突出したものはないけどいろんなものに恵まれている町っていうところをで、よりそこの特徴を際立たせているのが、まあ、企業の中で盛んだったスポーツで、もともとはそういう陸上だったり野球だったり水泳に始まって、その企業スポーツが盛んだった時にはほとんどのスポーツの分野で、まあ、チャンピオンを取っていったこう釜石っていうスポーツの町っていうところがあって、一番最後にチャンピオンになったのがラグビー。スポーツでも一つこう際立ったところをこの町の特色として見せられて、でこの町の特色っていうのはこの町に生きてる人たちだけでやってるわけじゃなくて、そこに集まってくる人たちがそういうものを作ってくるわけで、まあ、そこにこう潜在的なエネルギーというか、まあ、磁場というか、なんかそういうものがこの町にはあるのかなっていうふうな感じでは見てます。